ございます。お願いします。お願いします。 Going は巨人の新キャプテン岡本和真の部屋に特別に潜入。海と岡本和真完璧やろ。こんなの見に合いとらんねん。ちょっと海で歩いたりするんですか。しないです。そして机の上にはこだわりのグッズが。普通に化粧水と美容液とリップですね。この時期めちゃめちゃやっぱ乾燥するんで、スキンケア系は持ってこないと。岡田さんの持ち肌というか、持ち肌は、まあ、こうやって作られるし、とりあえずこれやって、それワンプッシュ、これ美容液、まあ、順番はね合ってるかわからないですけど、僕がいいと思ったらそれでいいんで、最後にリップで終了。そう、これでもうこの肌になれる。岡本は WBC 日本代表に初選出。由伸が直撃した。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。こちらこそ。今回 WBC に、はい、選ばれて、最初率直にどうでした？いや、もうマジで選んでくれって思ってたんで。やっぱり何とかして選ばれたかったんだ。もう何でもするから選んでくれって思ってました。 WBC はと思って、なんかよく嬉しかったです。東京オリンピックでは無念の代表落ちを経験した岡本。栗山監督から直接連絡が来た。あ、電話かかってきて、知らない番号で一回ワン切りみたいになったんですよ、うん、誰やと思ってで、知らない番号で考えてたら、うん、すぐかかってきて、うん、出たら栗山監督で、うん、それなんて言われたの？力を貸してくれっていう形のことを言って、もう僕でよければっていうことで、ありがとうございますっていう。今大会大谷やダルビッシュなどメジャー組が過去最多タイの5人選ばれている。ダルビッシュや大谷とかもね、はい、一緒になると思うんだけど、はい、楽しみにしてることとか、まあ、はい、なんかある、その辺は。まあ、大谷さんとかは本当にもうみんなすごいんですけど、大谷さんと、大谷は上だ。あ、上です、はい。あ、みんなバッティング練習がすごいっていうのを、うん、僕見たことがなくて、生で、うん、それも見たいですし、メジャーでバリバリやられてるんで、そういう人たちのプレーを肌で近くで感じたいなと思います。うん、WBC のチームメイトの中で一番なんていうの、仲がいいと連絡取ったりしてるの誰にも。あ、でも吉田さんとは何回もご飯行ったり、うん、ディズニーランド行ったり。なディズニーランド行ってる時に WBC の話なんかしないよね。しないですね。スプラッシュマウンテンの話とか何でもやるってね、はい、自分でも言ってるけど、そのためにグラブとかもじゃあ結構用意はしてる。用意はしてます。内野手用の自分のサードので、ファーストミットを持ってきてて、うん、岡本の部屋にはグラブが8つも。内野手用のグラブが6つと、ファーストミットが2つ。実は外野手はまだ届いてないんですよ。多分外野とかも、ね、可能性あるとは思うんだけど、はい、準備はしてるって感じ。準備はしてます。なんかこう、僕が由伸さんの監督の時に出だした時の気持ちというか、そうですそういう感覚ですね。なんかこうどこでもやりますっていう。2014年にドラフト1位で入団した岡本。しかしプロ入りから2年間一軍戦の出場はわずか20試合。するとプロ3年目のキャンプ、試合に出たいという一心で取り組んだのが、内野が本職にもかかわらず外野の守備練習。試合に出るためにはどこでもやらないといけないですし、どこも守れるっていうところを見せないといけないですし。慣れない外野の守備に岡本が向かったのは、キャンプ中継をしていた日本テレビの中継車。こんな緩いだけやねんか、トンネルすることはまずないや。自分のプレーを中継のモニターで確認。実は岡本、由伸が外野手起用し、
レフトで通算53試合に出場している。試合に出るためとにかくがむしゃらだった岡本。その姿を監督時代の由伸は見守り続けていた。今まで外野入ってもベーンってやってたんですけど、今はちょっとこうちょっと真剣に、あの頃の外野の教えてもらったことを思い出しながらちょっとこう集中して、どこでもいいから出れたらいいなっていう、ね、はい、思いはある。でもテーピングがさすごいじゃない、はい、あ、これやっぱりあのレンティの、あ、手見せて、あ、はい、そうですよ、これじゃ見えちゃって僕あんまできにくいんで、舐めていったらもう向けたことないとこも向けて。巨人は今年全員参加のアーリーワークを導入。辺りがまだ暗い早朝から岡本は選球を打ち込んだ。与えられたところでそこで出せる力を全部出したいなとはやっぱり思ってます。あんまり朝が得意な方じゃない気がするんだけど、はい、あの今日も実はバス45分出発だったんですよ、うん、44分ぐらいに行ったらもうバスいなくて。これジャイアンツのあるあるだよな。そうです、もうキャプテンなんだから、はい気づいてないです多分そして今日岡本さんお願いします。お願いします。練習中にもファンと交流をする新キャプテン岡本。由伸さんが見つめる中、守備練習では本職のサードで軽快なフィールディング。打撃でも順調な仕上がりを見せる岡本に由伸さんは、バッティングしててもね、気持ちよさそうに打ってますし、動きはいいんじゃないかなと思いますけどね。手応えというのはあるんじゃないですかね、うん、一方こちらは侍ジャパンの守護神候補大勢。キャッチボールでは WBC の公式球を使用。その後4日目にして早くも3度目となるブルペン入り。ここで手にしたのは NPB の公式球。今日 NPB でやりました。肩肘の負担だったり、まあ、急にボールが変わるんで、まあ、徐々に鳴らしていこうかなと変えたりしてます。さあその体勢、投球フォームにある変化が。左足を上げると同時に右膝を曲げてから投げています。これまでと比べてみてもご覧の通りです。この取り組みの意図について由伸さんは、しっかり軸足に体重を乗せて力を乗せて、より意識づけというか、軸足により体重を乗せることで力みなく力強い球を投げられるという新フォーム。今日も25球を投げ込みました。いいボールもあったんで、まあ、そういうボールが増えていったらいいなと思ってます。ボールには力があるなというふうな感じましたし、WBC 期待はされてるんだと思います。